だって冷静なのが受けるけど、あなたの暴言が怖かった。拡散してくださいって感じ。あ、なんだか。あ、ビアマンってやってんだ今日。これね。これね、みんな飲みすぎちゃってね、あー終電逃しちゃったって。酔っ払いが一号路まで書いてたら多分なんで、いや多分死ぬと思うよ、冗談だけど。アルコール足も連れて健康成功系、いや多分マジでやばいと思うよ、アルコール飲んだ状態でめちゃくちゃ水分持ってかれるし。うん、今日サイドにしよう。電車が着いたらここまで来るの ケーブルカー11時ちょうどの発車予定です。ケーブルカーご利用のお客様は改札をお受けください。ケーブルカーは11時ちょうどの発車予定です。どこでも前は座るんじゃない？あ、こっちの前、こっちでもいいよ。ここでいいんじゃない？うん、俺はいい、疲れた。いや、なんかなるだけ座っていこうかな。うん、座れるところはすごい。なんかここも多いからさ、こういう座りたいじゃん、なんとなくね、うん、そっち座ってた方がいいよ、そっち座らないと。なんで？あ、そっか、急斜面だった。申し訳ないけど、私はそっち側座りたくないから、こっち側。ないよ。あなたはね、手が加わるだけでしょ。うん、踏ん張っといてね。気をつけてねって、俺気をつけない、全然。体の流れなんか高がってない。いや、本当に、ずり落ちてくるから、まず気をつけない。あのね、そんなこと一番危険なのはあれだよ、ドリンクで。コロ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 転がってっから。ペットボトルだけは注意なんで。暑いね。初めて下山の時に乗った時にあまりの急勾配すぎて前の人の膝にボッてやってしまった。危なすぎだった。めっちゃ拡散された、穴折り運転。あれひどいよな。寸法してじわじわくる。これいいんだよ、これ。めっちゃ嬉しい。そういうのあるんじゃないかなと思ったから、それあんた買って被っときゃ来るからって若干思ってた。本当にあった、うん、つくばとかパンダも結構見たけど、あんたらよかったよね。うん、あの日和登山客じゃあ息が楽した。ここに俺風を送っとく。早い時間に寝るか
からすると時間に余裕があるね。涼しくね。3週ぐらいしたかもしれない。自分が当ててるわけで、他の人に風当たると失礼。これね、私変な乗り方してるかもしれないけどね、後々にね、あ、この乗り方、こういうことなんだなって分かると思う。絶対そっちはやる。このね、こうなんかね、構えた乗り方で、ね、これ踏ん張らないとマジでね、帰宅するって怒っちゃうの。こんな感じで、ちょっとね、ふてぶてしい乗り方かもしれないけどね、わかると思う。この急斜面入った瞬間がね、あーってなる。乾くし、汗の吸収こっちの方がいいじゃん。かわいいな。なんでパパが中でキスしてくれる方が一番バランス取れる。熱い。あれが欲しいんだよ。モンベルで日傘が欲しい。狙ったやつは今みんな入荷に行けるんだ。アウトレット行ったら売ってるのかな。売ってるんじゃない。熱いな。あ、今日なんかめちゃくちゃ暑い。なんかね、モメルがいいと思うよ。欲しいな。売ってるかな。そう、ネットで普通の買ってもらったらなかったから。モメルがあるかな。マサロの店舗マサロの店舗反応しちゃった。お前のじゃない。あ、アンコン、スーパー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 、いいね。これ何分だっけ、発車58分。じゃあ58分、ソリソリだね。これはね、そんなには人乗ってる。本当にね、この急斜面をね、舐めちゃいけない。高尾山で熱い。この中で熱中症になっちゃう。結構来てるよ。なんか今日未来狙ってます。うん、あそこ食べればいいんだよ。天狗焼き食べればいいんだよ、ね、美味しいから。あのまま暑い。日本一急勾配なんだっけ、ケーブルカーって。これケーブルカーは間もなく発車をいたします。左側のドアがなし。